はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。6月のメール党員様限定懇親会、会場定員数に達しましたのでご応募締め切らせていただきます。あしからずご了承ください。定期的に行いますんで、またの機会によろしくお願いいたします。やっと正式に今日デモ延期の手続き終了いたしました。 NHK ネット聴取反対デモ、6月18日日曜日13時30分集合、春の小川コミュニティパーク、渋谷区代々木5-68-1、代々木公園ドッグラン入り口の向かいです。いらしてください。よろしくお願いします。18日の天気は午後曇り、最高気温31度、最低気温21度、少しムシムシすっかもしれません。水とか各自で用意お願いします。7月1日、17時、政策報告会開催。いずれも詳細は動画説明欄もっと見るをクリックして、ご覧ください。青ちゃんぺさんって方がいて、モデルさんみたいなんですけど、共産党の文化破壊に対抗して渋谷でパレードしっかな、どっかのバカ大田区でもやれ、青ちゃんぺデモ申請どんだけ大変か分かってんのがお前一人で歩ってろアホんだら、ということでですね、まあまあ大変なんですよね。デモ申請の流れ1、市役所、区役所、講演課に電話で希望日時に講演が空いてるかどうか確認、2、警視庁または県警に出向いてデモの趣旨と希望日時を伝え、その日に別なイベントや大規模工事などがないか確認、それとデモコースの話し合い、ここは狭くて渡れませんねとか、もうちょっと大きい道じゃないとか、これ左折で、行きたいからこうなりますとか、まあデモコースを練る一緒に、3、講演課に出向き集合場所として使用許可申請を行う、これね、1で確認して空いてますよって言われてもですね、これ出向いて申請するまで先に誰かが申請に来たら、そっちあれ予約はできないと、お取り置きはできないと、したら諦めてくださいなんていうことを言われてですね、まあ大抵は大丈夫なんですけれども。4、講演課に出向き許可証を受領、警視庁にて手続き、2回目ですね、趣旨や主催者コースなどいろいろ書類に書いて所轄に送る、書類を一緒に作る、作ったら封印します。封筒に入れてですね、ベターンって反抗して、封印された書類を渡されます。6、その書類を持って所轄に出向き、今回は代々木署でした。7、数日後、所轄にデモ許可証を取りに行って終了。これがデモ申請の全てであります。正式な告知は5、警視庁で書類を作成し終わった時点で、正式に告知していいですよ。警視庁で作ったデモ計画書を所轄が拒否することはない。ということで、警視庁で書類作り終えた時点で正式な告知していいことになってます。実は今朝、埼玉県の公安さんから電話がありまして、大野知事の落選デモか、凱旋やりましょうよ。暇なのかっていう感じなんですけど、予定が詰まってて断りましたけれども、だって18日デモで、24日懇親会で、1日政策報告会ですね。7月20日から選挙始まっちゃうんで、やってる場合じゃねえっていう。凱旋はともかく、デモは手続きが面倒ですって、お話でした。なんかあれですね、LGBT 法、衆院の本会議で今日通っちゃったみたいであります。あとは参院で本会議で可決したら出来上がっちゃうんですけれども、一体どうなんでしょうね。世の中どうなるんだろう。またね、景気悪くなるよ、これ。っていうのはですね、LGBT 理解増進のために税金が使われるから、余計な無駄な。でね、そのコストを負担するために税金上げるって話なんじゃん。経済悪くなるよ、これで。余計なことしやがって、自民党って本当にバカで無知でどうしようもねえの。特に上の方、昭和の政治家が、思うんですけどね。共産党、埼玉県、水着撮影会妨害事件、ウィキ風まとめ、雑誌近代麻雀が県営公園内のプールで水着撮影会を企画。これ何回もやられてるみたいなんですよね。それの画像を見ましたが、一人の水着のモデルにですね、おっさんが100人ぐらい群がってて、絵面が気持ち悪かったな。共産党県議、性の商品化けしからん、講演家に圧力、講演家プール使用許可を取り消し、共産党県議勝った、勝利宣言、出演予定者あーしらの仕事を取り上げんじゃねえ、キャンセルになったお弁当屋さんに、金銭的被害、
大野埼玉県知事、撤回の撤回なのだ、あということで、貸さない、プール貸さないっていうのを撤回、共産党県議、あしらの力じゃなくて、県の判断なのだ、惨めに、逃走中、撤退中、というですね、共産党による文化破壊未遂事件っていうのがありまして、まあ撤回の撤回なーのだ、いうことで未遂ってなったんですけど、この事件を NHK はですね、共産党の名前を隠して報道し、炎上しておりました。そういえば大野知事もですね、共産党、のことを特定政治団体なんて表現して、決して名前言わにがったという話もありますけれども、昨日、使用許可を取り消したのは、後援会の独断と思わせるような、報道に仕上がってます。こちらなんですけれどもね、知ってたけど、全くろくでもねえな NHK、ろくでもねえな知ってたけど、一般反応、同類なんじゃねえ。これ NHK と共産党がって意味ですかね。特定政治団体最低だな。共産党さんの手柄をなかったことにするなよ。特定政治団体の話をしないのはなんで。特定政治団体を隠蔽する自由、こういうとこで忖度すから組織の中身が異常っていうのはバレんだぞ。自民だったら絶対透明出してるよな。これ見てたが、共産党が大活躍した肝心なとこは放送しなかったら NHK なんか見る価値ないだろ。 NHK と共産党はこうやってどんどん嫌われていけばいいよ。よくあるおふざけ投稿で、こういうのを出るとね、テレビ局の不祥事でと、すぐにフジテレビに抗議したが、うちは関係ありませんの一点張りで話にならない。この場合は NHK なんで、フジはまあうちは関係ないって言うだろうな。こういう場合にお約束で現れる投稿っていうのがありますね。後援会は NHK に抗議した方がええよ。埼玉県の後援会全部後援会が悪いことにされちゃってるよ。おい、どうすんのこれ。NHK ディレクターにですね、共産党員で芝木隊の構成員がいましたから、かつては。まあそういうことなんでしょうね。NHK のことは特定放送協会って呼んだ方がいいんじゃないのかな、ちょっと思います。水着撮影会が中止になり、キャンセルで金銭的弊害が出た弁当屋さん、突然の中止で大迷惑、仕入れ終わっちゃってるし、中止はせめて1ヶ月前に通達くださいよ。パイオどもがですね、この弁当屋さんにですね、反響カルト弁当屋と名前をつけて罵倒する。性的搾取が起きるよりも弁当が売れることが大事な弁当屋、弁当屋だったらそうだろう。弁当屋だったら弁当が売れるのが一番大事だろう。性的搾取を問題するより変態どもに売る弁当の売り上げの方が大事な弁当屋、変態ども言っちゃってますよ。そりゃさ、一人のモデルに100人も群がってごっついカメラ構えてるおっさんらは確かにキモいですけれども、変態とまでは言われたくないんじゃないの。性搾取イベントの仕出し弁当で生計を立ててる人がいるのか、恐ろしいな。そればっかじゃねえだろ。そればっかじゃバカでしょうがねえなこいつら。パヨども、性的搾取よりも弁当売る方がそんなに大事、弁当屋なんだから弁当売る方が大事だろうが、などなど、きっとこいつらはですね、自分のこと成人、ってなんかいい格好できたみたいな、ということで満足なんでしょうね。自己陶酔っつうの、なんだかバカなこと言って自己陶酔、性的搾取とか変な言葉作っちゃってさ、弁当屋なんだから弁当売るの一番大事じゃねえか、何言ってんだって話。それに対する一般反応、よしよし、その調子でどんどん嫌われていけ。反響カルト弁当屋って自分ら共産党って自白しとるで、弁当に共産思想が必要か。カルトって自分らのことかな。ナチュラルに露骨なヘイトスッペチできる才能。反響弁当やすごいパワーを感じる言葉、パヨは文句たれは一人前、あとは嘘と、この弁当屋さんね、店舗も買い甘えてらっしゃるんで、パヨどもが襲撃される、パヨどもに襲撃されないか心配です。言ってね、嫌がらせとかされないかどうか、論より大声嫌がらせ、最後は暴力っていうのはパヨどもですからね。これね、バカなもんで、とことまで突き詰めて考える前に発狂しちゃうらしいんですよね。で、手を出すと。反共カルト。欧米では共産主義は禁止されてんで、反共っていうのはカルトでも何でもないですよ。むしろ体制側、正義側でしょ。共産主義から見ると、反共がカルトってなんのかな、パヨ語は難しいな。私が解説に励んで、解読に励んでですね、皆さんに解説いたします。パヨ語は。で、皆さんは、パヨが何言っても無視してください。気にするな。大したことは言ってないと。どうせ嘘だったり、どうせ勘違いだったり、どうせめちゃくちゃなへりくつ言ってんですから、皆様は無視して構いません。何か言ってる。大したこと言ってない。私みたいな人間が、頭を絞って、
解読しますんでね。山本太郎国会傷害事件懲罰動議に共産党が賛同しないことについて、 C 和夫、事実関係をよく確かめたい。事実も何もね、あの執拗に飛びかかってる映像が全てだろうが、と炎上いたしました。まあ、C 和夫が喋る言葉で炎上しないってことはあんまりないんですけど、そりゃお仲間ですし、ニュース映像見たらすぐわかんじゃん。そりゃ暴力を肯定している党だし、そりゃ公安監視対象団体ですし、山本の暴力革命を内心評価してんだろ。革命っぽかったんでかっけーってなったんじゃないの。うっかり乗ったらああいうの好きなバカパヨ票を令和に持ってかれちゃうし、対話で解決しねえのかってね。俺らの暴力は綺麗な暴力とか思ってそう、心の底から。共産党内部でもですね、脳みそすっかすかのバカパヤがですね、太郎かっけえって声が上がったんじゃないでしょうか。それでですね、それを罰することを肯定しちゃうと、頭が弱いそいつらが令和に行っちゃうかもしれない。これは肯定できないな。山本太郎に罰を下せと肯定できないな。まあ委員会でですね、懲罰内容が決まって本会議で承認されるときにですね、賛成すか反対すかちょっと見てみたいな。共産党がですね、反対したら、つまり懲罰内容に賛同せず山本太郎の懲罰に、反対したら、日頃話し合いって、出て外交努力出て行って暴力肯定化やって糾弾できますね、これね。まあ言われてもあっちはポカーンとしてわかんないですけど、どんなにどんなに糾弾しても論破してもそれ理解しねえからね。本当にね、馬に話しかけてるみたい、念仏を。話になりません。共産党相手に糾弾は無駄かっていうと、まあそうでもない。少なくても聞いてる人らが共産党とんでもねえな、こっちの言ってることが正しいな、思ってくれればね。欧米で盛んなディベート大会、これ討論大会かな、日本語で言ったら。討論大会の勝ち負けは観客の評価で決まります。なんぼですね、理屈で正しいこと言って言いまかしても見てる観客の評価が勝ち負け決まります。完全完璧に論破して相手を絶句させても負ける時があるっつうね。ケネディとニクソンの討論、テレビ討論なんですけど、ケネディ、共産主義の中国と話すべきではない。ニクソン、実利がこんだけあってこんなに巨大になってんだから国交を回復すべき。結果、選挙でケネディが勝ちました。難しい言葉よりもですね、感情に訴えた短いシンプルなものの方が強いみたいなんですよ。共産党も何十年もですね、しつこくしつこく執拗に、9条は平和憲法を言い続けてですね、9条の方が実はですね、日本人は黙って殺されてるっていうとんでもない内容じゃないか。それをね、信じてる人間が何十年も繰り返しもんだから、信じてる人間が少なからずいるっつう絶望ですよね。バカすぎ自民党、上場企業役員3割を女性に、目標を掲げる。再来年までに1名以上入れなさいよ。2030年までに3割は女性役員にしなさいよ。女性役員がほぼ皆無の、全テレビ局、全新聞社、どうすんのこれって話なんですけど、一般判断です。性別で引きすんのか。だから結果平等はダメだと、あれほど。民間に何口出してんの。有能な女性なら、下駄なんか履かせなくても役員になるでしょうが、能力に関係なく意図的に増やすのは何の意味があるんだ。何割とか関係なしに有能を役員にすればいいだけ。女性の社会進出とか声高に言い出してから経済成長がピタッと止まったんじゃない。これ本当です。高度経済成長が終わったのは昭和42、3年頃、男女雇用機会均等法ができたらピタッと止まった。骨太の少子化対策、これって今頃、今頑張ってる女性に対してむしろ失礼、男女ともにすっげえ迷惑なんですけど、おっさん、私は女だ、これでいいだろう。これで解決だな、これで解決。女性一人もいない役員会でもですね、3割のおっさんにですね、私は女だ、無実だとか言わせれば解決ですね。これノルウェーでやって大失敗したやつですね。ノルウェー政府、上場企業役員4割女性を義務付ける。企業、結果、実に 42% の企業が上場資格を満たせないレベルまで
業績悪化、現在ではですね、名義貸しが横行、女性が役員やってることになっていると、A カッコ C のですね、政治家のせいで迷惑なだけの法律になってると、ノルウェー、迷惑なだけ、こういう事例を知らないのが自民党の上の方って本当に無知でバカでどうしようもない、カス、クズ、ゴミですね。LGBT 法なんかも何の迷いなく通したしね、優秀な女性なら勝手に昇進していくだろうって。フェミはね、女性役員を元増やせーであるとか、女性議員を元増やせーっては言うんですけど、ゴミ清掃員の半数を女子にとか、とび職に女性がいないのは差別とか決して言わねえのね。あと土木作業員女性半分にしろとかは決して言わねえ。A カッコ C で。ノルウェー企業業績悪化の原因の推測なんですけれども、まあまあ女性を経営陣に、いっぱい入れたら、なんで業績が悪くなったのか。何万人もの軍勢を率いた女性は皆無、もしくはごく少数。歴史の上ではちょっと見当たらない。何万人もの軍勢を率いた女性は、損切りが男より苦手。我が子を谷底に突き落とせない。女性は周囲 3,4 人の意見の影響が男より強い。事実と人格の分離が苦手。でも人いい人だからみたいなことで肯定してしまうのが男より強い。もちろんですね、高市さんや小野さんみたいに優秀な女性もたくさんいますけれども、まあまあ女性の方が好き嫌いで仕事するっつうんだよね。人の好き嫌いで、でね、ちょっと割高なとこなんだけど、あそこの担当さん感じいいからとか言ってそっちと取引しちゃったり、そういう人は勝手に昇進してくれるので下駄履かせる必要もないですね。女性の 76% はですね、管理職になりたくない。これイギリスの調査ですけれども、そんな責任を負いたくねえ、思ってる。だからこういう案は男にとっても女性にとっても迷惑なだけなんですよ。自民党バカですか。自民党議員がですね、わけもわからず物も知らずにいい人ぶりたいでこんな目標を考えないと非常に迷惑です。次選挙で数減らしてですね、少し自民党危機感持つといいんだけどね。変な法律ばっかり通しやがってね。というわけで、日曜日6月18日 NHK ネット聴取反対デモ、いらしてください。よろしくお願いします。心の底からお願いします。手続きすごい大変だったからね。デトックスジャパン。